まあ、3つ商品ありますけれども、その中でも特にこのデジタルピッキングシステムっていうのがですね、はい、御社の強みでもあるのかなと思うんですけれども、そうですね、はい、やっぱりこの御社の商品の強みっていうとどこになるんでしょうか。ピッキングするというものは、この商品を何個何枚取ってきてください、この商品って、こういうピッキングリストっていうのがあるんですよ。で、そこには例えばその国の言葉で書いてあって、いくつ一つのアイテムっていうんですけども、まあ、一つの商品名に一つの1ページじゃないわけです。ダーッと書いてあるわけですね。でそれを持っていくときに読み間違えちゃうわけです。人間に間違いが起きるのは当たり前なんですよ。でできるだけその間違いを減らしてあげようというのが僕の考えなのと、海外からの例えば働いている方が日本に来られると日本語はよくわからない、でも数字は世界共通なんですよ。ということは海外の方でも間違いを非常に少なくして物が取れる、物を置くことができる。でかつ先ほどの元なんですけども、我々日本製のネットワークでデジタルピッキングというものがいろんな種類、約1000種類ぐらいあります。いろんなに現場に合わせたようなデザインができるというのは、まあ、有線型無線型いろいろありますから、お客様に合わせた、現場に合わせた状態でご提供できるというのが我々の強みですよね。それから私どものシステムを入れた後、世の中何でもそうですけど変わらないことはないです。現場が常にアップデートっていうか変わるわけですね。物流の場合は例えばあるシステムを、まあ、僕の弊社から購入しましたと。でそれが1年後取り扱いっている商品が変わりましたと。例えばレイアウトを変えたいといったときに、我々としてはすぐにサポートしてあげるっていうのが私どもが多分皆さんに提供できる最大の特徴だと思いますよ。常に変化に耐えられるという、ですからお客様の方が非常に長く私どもの製品を使っていただける。はい、他社との強みでいうとどこになるんですか。先ほど言いましたように、我々の場合は全世界でサポートしているのと、それとこのデジタルピッキング一つとってもですね、私どもは専用のチップを使っているんですよ。ワンチップというチップが一つしか入ってないですね。それの中に我々ノウハウが全部凝縮されています。でまあ、皆さんご存じのように棚にランプとスイッチぐらいは誰でも、ね、学生でも作れるよ、でも要は信頼性なんです。デジタルピッキングという分野だけじゃなくて、じゃあここに対して横に例えばロボットを入れたいとか、それからレイアウトをどうしようかとか、それにプロジェクションピッキングをどうしようか、そこに通い箱、つまりプラスチックの箱をやった時にラベルはどうするか、プラスチックの箱自体は私ども作ってないですけども、全体の提案の中にそういうことをすることによって非常に合理化をしてあげて、かつそのどなたでも、まあ基本的には間違いなく仕事ができますよ、お手伝いをしてあげるというのが、まあ我々のその他社との強みですよね。他社の場合は例えば競争相手世界中にいっぱいいます。まあ多分100社以上はあるんじゃないかと。であるものは我々のコピーしてますけども、例えば無線のユニットに関して言えば、あるものはない、弊社のものであればある、だったらまとめて我々から購入していただいて、かつシステム全体のサポートもできる、いろんなソフトウェアも全てできるんでしたら IOE さんに任した方がいい、長いメンテナンスをきちっとできるのは世界で我々だと、まあ、自負してます。はい、IOEさんが選ばれている理由としては、やっぱりこう信頼性であったりとか、多用途に対応できるというところとか、あと世界対応できるというところで、今も日本そして世界51カ国ですかね、もっとまあ今あるかもしれないですけど、今どんどん増えてますから、51カ国以上にこう導入されているというところですね。今月から創業36期目を迎えられるということなんですけれども、やっぱり創業されてから一つそのリーマンショックの時期が一番苦しかったとお伺いしました。ちょっとそのお話についてお伺いします。そうですね、皆さんご存じリーマンショック、特に私どものお客様は先ほど言いましたように、製造業お客様の方から当然ながら、ちょっと投資は控えたいということになると弊社のものも売れなくなる。ところがですね、人がいるわけですね。我々そこで考えたのはですね、一つはその、まあ、いろんな意味で開発をやめてしまう人を、まあ、要は俗言うリストラをするという、まあ、方法が一般的にはやられたんですけども、時間がある、だったら新しい開発をしようや、で、まあ、リストラを全くなくして、その間に開発をスタートして、まあ、ここまで来たわけですね。
もしその時にそのリストラをしてしまったらば、今のこの開発の人間はまあ多分減ってましたから、まあこれもできなかった。ですからその3期ご存知だと思いますけど、3期連続赤字だと会社としては成り立たないということで、銀行さんからごめんなさいになっちゃうわけですけども、まあ会社もごめんなさい、なんとかその2期連続して赤字だったんです、3期目で黒字転換して、なんとかまあそこを乗り切ったと同時にですね、それはもう社員の皆さん、それから納品先のいろんなところのご協力もあって、なんとかリストラなしで行ったんですけども、ラッキーチャンスだったのはその時間を有効に使って新しい製品開発をした、そのがあったからこそ今がある。なるほど。リストラをせずに開発、みんなで開発をするという道を選んだことが今に生きているというところですね。やっぱり開発にかけるという道を選ばれた中で、そうですね、どこでこうブレイクスルーされていったんでしょうか。開発して世界で初めてのこういうものと、それからリーマンショックの時はもう海外も同じでしたから、で、ともかくその営業的にはPR だけはしていこうと、じゃあ新規のところにご紹介もできる時間が取れた、まあ、ということで、そこが次のジャンプになったっていうことだと思いますね。ですから時間が、営業も時間が取れるようになって、新しい新規開拓ができるようになったのと、開発も時間が取れるようになって新規開発ができるようになったところが、まあ、ブレイクスルーの原因だと思いますよね。はい。